私こんなかっこよく映んのとかで、うんうんうん、やっぱそれに近づこうとするから、うん、成長スピードが1ヶ月ごとで垢抜け方が全然違くて、うんうんうん、そう。でも学さんとかはもう何千万とかになってくるから誰がやってもタイプだよ、ね、じゃあ10万人フォロワーが来たからいきなり1000人埋めれるかっていうとそうでも全くなくて、うんうん、本当に 0.00 何パーセントの方が興味を持って足を運んでくれるとか、うんうん、Ladies and gentlemen, welcome to North Village!そのアイドルの名前をつけるときは、例えば出版で本のタイトルつけるときとかは、うん、とか、うん、例えばそのタイトルだけで中身がどういうのかが伝わるとかあるじゃん。アイドルの名前は、でもうちも24 Emotions ってエモい曲だったりとか、うん、曲調結構豊かにしたかったんで、うんうんうん、24 Emotions がバシッとハマったんですよ、うんうんうん、いろんなことにも使えるなと思ってメンバー名に落とし込んだり感情の揺さぶりとかを歌詞に落とし込んだりとか、うん、生き残りは生き残りで、うん、そういう世界観を歌詞にガンガン落とし込んでる、うん、例えば撃退もスキートーンって曲があるんですけど、うん、その世界にめちゃくちゃ強力な蚊がいてそれを倒すだけのその中でストーリーがあるんだ。そうそうそう、でそのふりをしてみんな倒すぞって言ってライブで盛り上がるみたいな。それはドラマ PV とかも作って、そういうコンセプトでしょ。めっちゃ金かかりそう。でもそれはやっぱりまだ駆け出しなんでそんなに予算はかけず、まあ、かけてる方だとは思いますけど、24 Emotions っていうのはどっちかっていうと最初メジャー志向で、俺もまだアイドルのやり方が分かってないんでガンガン攻めてやったんですけど、名刺狩りにはすごいいいクオリティで作っていただいたんでよかったんですけど、やっぱりしっかりお金をかけすぎたんで回収大変っていうところですけど、うんうん、でも作っては後悔はしてないかなっていう。必要か必要じゃないかっていうと多分必要じゃないんですよ。一曲本当にちゃんとした PV 持ってる駆け出しのアイドルなんか誰もいないんで、大手じゃないければ、でもそれで彼女たちが成長が早かったんで、やっぱりプロの一流のカメラマンとメイクさんとかで全部やってもらうと、自分が知らない自分を作ってくれるから。そうだよね、うん、私こんなかっこよく映んのとかで、やっぱそれに近づこうとするから成長スピードが1ヶ月ごとで垢抜け方が全然違くて、だけど今新メンバーの子はそれを味わってないから、やっぱりその速度では上がらないから。で最初 PV って言ってミュージックビデオ、まあ、で1個作るのにいくらぐらいかかる？いやもうピンキリなんだけど、本当にインディーズだったり駆け出しでやるんだったら30万円とか50万円とかで作っちゃうとかほとんどだと思う。うちはもう何百万ってかけたんだ。かけてるけど、そうだよね、映像見たらすごかったもんね。そう、でも学さんとかはもう何千万とかになってくるから、 K-POP とかもそうですよね、1億かけたりとか。例えばうちもワンシーンで何百万なんですよ。ワンロケーションで一流のスタッフ使ってワンロケーションだけど、 K-POP とかってセット作るじゃないですか、こういうセットをいちいち作るんですよ、うん、それを何シーンもあって何衣装もあるから、うん、あーめっちゃ大変だ。映画撮ってるみたいな。そう、3、4衣装作って、衣装作るのもね100万円とか何百万円かかったりするし、うん、だからもうすっごいお金かかりますよ。へえ。でもミュージックビデオってそのビデオ自体売るわけじゃないでしょ。昔は売ってたんだけど、30年20年前までは、うん、DVD とかまでの時代は、うん、だけど最近はもうその手法がなくなっても YouTube でもう PR、 PR のためにそれを PR のために作るんだ、まあ、曲を有名にするための手段、うん、だそれを切り刻んで TikTok だったりとか、あともう本当名刺みたいな、どっちかっていうとグッズの付属みたいにつけるパターンもあるし、でも DVD の付属につけたって YouTube で見れちゃうから、うん、もう 4K の画像とかで見れちゃうからね、もう必要がないっていうか。でもさ、今後例えばいや自分も独立してお金稼ぐぞっていう人が、じゃあ僕もアイドルをやろうっていう人はいないと思うけど、いた時のためにアイドルってどういうビジネス構造なの？いや、アイドルは簡単に言うと今地上地下とか言われてるけど、うん、地底とかも言われてるんだけどひどいね、その言いたい放題あのちっちゃいライブハウスで始めるのが多分普通だと思うんですよ、うんうんうん、もうお客さんが本当1人2人3人からついていくみたいな、うんうん、だからバンド自体って時々しかライブやんないから、うん、1ヶ月に 1,2 回とかしかやんなかった時もある、うんうん、でもアイドルって1ヶ月に15本とか20本当たり前なんですよ。はー、当たり前でバンドとは考えられない本数やるから、うん、ファンの人もやっぱり来るのが分散されるから、毎日来れる人なんてね、仕事もある時間もバラバラだし、15分とかしかやんないから20本とかしか、やっぱり毎回お客さん来るってすごい難しくてパンパンになるって。通常の200人ぐらいのライブハウスとかでも30人いたら多いんですよ最初は。10人でも来てくれたら。だけど最初のアイドルっていうのはチェキ会、特典会って呼ばれるものがあって、その後にお客さんと写真を撮ったりとか、うん、まあ、これビジュアル系バンドも最初それやってて、うん、写真を撮ってそれに対して対価をいただく。チェキ会、チェキ会、まあ、特典会って呼んでるんですけど、うん、我々はそれで30秒ぐらいお話できるっていう、うん、
そのビジネス多分ね、おそらくアイドルよりビジュアル系とかの方が早かったんじゃないかなっていう、そこに知らないんだけど、ビジュアル系の人もやるんですよそれ。それで生活を支えてもらって、だけどみんなそこをやっぱり求めるんで、やっぱり会いに来れるじゃないですか、お話できて素晴らしいパフォーマンスを見せたらお話をしたりとか。でも入場料とかは極力安く、でも僕らの時って一発のパフォーマンスにかけるんで入場料も高いしっていうのが普通だったんだけど、そのチケット代でお金をいただくっていうよりはチケット代は極力安くして特典会の方をメインにする、その与えられる例えば30秒とかの時間で、はい、その人たちはファンの人が相手の人どんな会話をするの？様々ですよ。例えば前日の配信を見てこうだったよとか会話をしたり、何回も何回も撮る方もいられるんで、チェキ券っていうのはあるんですけど、買うんですけど、それを1枚30秒ですから、それ6枚出ししたりとか。あ、でそうするとじゃあ3分とか話したりとかで、そう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 。で6枚の中にもソロで撮るものもあれば1人で撮らせてくださいとかもあれば、スタッフがもちろん撮るんですけど、そこは本当に独特な文化っていうか。つまみ出されるようなお客さんもいるの？もちろんルールはあって、例えばうちだったら接触は禁止とか、触っちゃいけないとかありますけど、それを OK にしてるアイドルもいる。あ、OK。例えばライトのそんなのダメだよ誰がやってもタイプだよでも本当に際どいとこは指挟んでキスみたいなのやったりとか、ほう、そんなのをやってるとこもあるらしいですけど、そこはね手段で、しかもチェキの値段も500円とかもあれば、高いとこもあればっていう、まあ、そこはもう方針によるっていうか。でも事務所側が月15本とかだったらライブハウスをやり取りしたりとか、もう事務所側の負担めっちゃ大変じゃない？すっごい大変。あ、すっごい大変だけど、でもやっぱりそこに対して分配があってアイドルの子たちも食べてくんで、最初の頃ってそれしかないんですよ。 EC サイトが売れるわけでもないし、今ってやっぱりグッズが売れるようになるまでの間か、でもやっぱりライブに来てくれるお客さんってグッズよりその瞬間の取れる特典会とかチェキの方がやっぱ大切なんで、そっちがメインで、グッズっていうのはそんなに最初は売れない。地方の人が来れなくてね、番組とかいっぱい出れるようになったらそういう人気がつくと思うけど、最初ってそういうのも難しいし、ファンクラブもそんな多いわけじゃないから、サブスクリプションみたいなモデルも難しいし、スポンサーさんもつかないから最初は、だから収入の柱が結構少なく限られちゃうから、結構怪我とかしちゃったりとか、メンバー自身にダメージがあると経営が傾いちゃったりとか、そういうのも多分多いと思うんですよ、メンバー脱退とか。だからそこら辺はすごいセンシティブになっちゃうんで、僕とかはやっぱりビジネス的には収益の柱っていうのを何個も作っていかなくちゃいけないんで、ステップで言うと、じゃあライブはそこまでお金になりません、はい、でも特典会が待つ一段階のマネタイズのあれで、次がファンクラブ。最初の頃って自社イベント、うちとかだとまだ2グループしかないんで、自社イベントっていうのは全然打てないんですよ、5組ぐらいいたら自分たちでイベントやろうってなるけど、できないから他の人のイベントに出るんだけど、それ大体チケットバックはあんまない、だからタダで出演してその特典会の出させていただいて、それで収益を得るっていう構造がまあ主だ、今は。だけど、あ、それ質問なんだし、で次がそれ、もうちょっとファンついてきたら、ファンがついたら例えばファンクラブ収益とかもあるじゃないですか、で地方の方とか海外の方ともいっぱい増えると、例えば EC でも売れるとか、グッズだ、グッズが売れる、で知名度が売って例えばインフルエンサーの子が現れたりとか、じゃあスポンサーつけれますねって言ってスポンサー収入があったり、企業からのそういうバックアップがあるとか、柱がいっぱい増えてくると思うんですよ。でそれで何グループもそれがいたりとかすると、女の子たちも集まるから、グループも増やせるし、スタッフも増やせるしっていう、なるほど、ね、いい循環になってくる。面白い商売の形態だよね、だから本当ね、一つ一つ武器を手に入れてくロールプレイングやってるみたいな、でもやっぱり時間もかかるし、パッと成功するステップアップが本当に、今インフルエンサー時代だからポンっていくかもしれないんだけど、例えば100万人ぐらい一人の女の子にフォロワーがついても、やっぱりリアルにライブに来るのってまた別物。あ、別なんだ。別物。あ、今そのスーパーハッピーさくらっていうのが2000人とかだったんですよ、ずっとフォロワーが、1000人2000人で TikTok でコンテンツを変えようって言って変えたら、1ヶ月で10万人ぐらいのフォロワーがついて、まあ視聴回数とかも1ヶ月で2000万ビューとか、すっごいね。それでインスタも本当に1000人ぐらいだったのが5万人ぐらいドッと上がって、そういうこともやっぱりある。だけどアイドルとしてのさくらじゃなくて、やっぱり歌がうまくて英語がうまくてコンテンツとして受けてるんで、彼女自身の知名度ちょっと上がったかもしれないけど、じゃあネクストステップでいきなりアイドルに来てくださいって言っても、その見てる人たちどこにいる人たちかも分かんないし、分析すればどこら辺っていうのは分かるんですけど、日本の人とか
でもいきなりアイドルライブでその現場に行くってもうね、特典会って言っても受け入れられないから、フォロワーが2000人から10万人とかになっても、うん、ライブに来る人数はそんな変わんない。そこから来てくれる人はいるけど、じゃあ10万人フォロワーが来たからいきなり1000人埋めれるかっていうとそうでも全くなくて、うんうん、本当に 0.00 何%の方が興味を持って足を運んでくれるとか、でもその間にやっぱりクッションが必要だったりするなっていう。そうなんだ。普通のインフルエンサーの方とかはもうそのアクションがなくて、じゃあそこで人を増やして投げ銭でビジネスをしようとか、うん、そういう考えになってくるから、うん、レペゼンの DJ 社長本出してて、はいはいはい、失敗を恐れずやりまくるから成功の道がねやっぱりあって、これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに、中学生にして南米一のサッカーチームの選手一人筋に飛び込み挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人を地元へとヒッチハイクと自転車で放浪の旅に出たい。落ち込む高校時代5割の集中力を使い、半年で全国上位の成績アンド受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンドを突破するが、ちょっと待って、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく、かっこ悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。今期国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びの仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている、果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。辻と漫画の融合したストーリー自宅の新感覚自己啓発書、北里陽平著、悪あがき重版決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.